戦役、長谷川しぐれ。腸を払うと、鬱血三時手足も温まり、頭軽く。肩張りなんぞ飛んでゆくと、三上の友人が漢方医を堂々されて、薬行、神のごとしという戦役を進めて行かれたので、私はそれを一服、ちょっと失礼してみた。 戦役を苦い顔をして飲み下した私は、あれとこれと今日から明日中にしてしまう仕事の墓取りを考えて2個ついていた。頭をはっきりさせておかないことには、31日あると思っていたのが30日ギリで、しかも29日だと数え違いをしていた日が30日というわけで、二日間の取り返しをつける気構えなのだ。 薬は昨日の朝反復分。夜寝なに残り反復。今朝また反復飲んで、さあ来い、来たれ、とばかり、心身清々しくなるのを待っていると、お昼過ぎから夢心地のような水車が続いてきた。具合が花肌よろしくない。はてな、と妙な顔をしているうちに、夜になると、 いよいよ度数を増してきた。そうでなくとも、勇門は弱く、胃は小さいと宣告されて、秋雨の頃を夏の霊の出るのを毎年恐れている身ではあり、神経性下痢をやるのではあるし、広島のコレラで神経過敏になってはいるものの、内分原因が原因で分かりすぎていて、気持ちを軽くして24時間を60時間くらいに用いようとした。 体欲は無欲に似たりの失敗であったから、回路を入れて身を丸くして寝てみた。ところが、半身の重い病人に服させようとしたのであるから、手軽には言われたが、回路ぐらいで自するような効かない薬ではなかった。幾度も幾度も上司するのを深夜に気づかれまいとするうちに、弱い胃は下から刺激されて突き上げるようになる。痛んでもきて、 激しい異形錬と同じだが、まだしも落ち着いていられることは、手足が干上がらないことだった。明け方近かった。どれ見てやろうか、と、隣室でのみじろぎに、せっかく前地に近い主に、風でも引かしては大変だと思って、返事もせず、寝たふりをして、じっと我慢をしていると、もう潮時だったと見えて、いい塩梅に落ち着いてきた。 目が覚めると10月1日、秋雨が降っている。生まれたのは28日だとか29日だとかの晩だというが、ともかく私の出生は10月1日になっている。いつも秋澄んだ空の気持ちのいい日よりが多いのに降っているなと思いながら、ぼんやり床の中から庭のすすきのほの若いのに目をやっていると、隣室では 赤のまんまに白味噌のおつけで、めでたいことだと笑っている。それは、長い病気の後の西洋期であった主が、思いがけぬ私の不治の失策で、朝のみじん幕も一人でやってみたし、ご飯も一人で食べて、他ののい添えもいらなかったので、にこにこしているのだった。そして、主治医の安田徳太郎博士の顔を見ると、私に友達がよこしてくれた肝薬を飲んで、 聞きすぎて、あそこに寝ているものがあります。と言いつけている。そして、私の方が診察を受け、お腹にこんにゃくを当て、薬を飲み、休養を申し渡された。一日はとうとう雨に暮れて行きそうだ。おととしの10月は、晴れた日が続いて、空を見ては、東京の上だけでも飛行機に乗ってみたいと言い言いしたので、主元者、小木原浜子が、 乗るのなら私も内緒で乗りたいと言って、それから幾度か今日はどうだ、明日はどうだと聞いてきたが、出ようと思う日には客があったり、その日でなければならぬ用事があって、うまくいかなかった。去年はあるじの病気でそれどころでなかったが、10月にふと訪れてきた浜子がなんとなく寂しげだと思ったら、それが最後で重い病になって、 私は見舞ってやれないうちに亡くなってしまった。こんな面白くもない随筆を書いては、荒くれに申し訳ない気がするが、今の気持ちだから仕方がない。そういえば、防空演習の夜も雨だった。その第一夜に、空襲に、ふけ静まりて、虫の声、と口ずさんだので、三浦総将に、これでも俳句となりましょうか、と、 伺ってみようと思いながら、そのままになっている。一つ書いたらば、どうせ恥の上塗り、やかなも知らぬのだから、へぼくということにさえもなるまいが、防空の霧深き世を出生す。今、耳の旗で弱い蚊が、細い金切り声を立てている。秋の蚊よ目をくぼませた女なり。黒い粉薬が、 シーツの上に細かく飛んでいるのを吹き払い、事変ニュースを聞きながら、こんなことを書いている。昭和11年10月2日、荒くれ。